が熱すぎる。歌舞伎町の中心、風林会館最上階にそびえ立つ天空の大宮殿。一部ではホストクラブの完成形と評されつつも、進化を重ね続けるキャンディ。今宵もレベチな男たちがしのぎを削り合う。磨き抜かれた実力とルックスで存在感を確かなものとする男が一人。密着一条蓮。グルダンでいうとキャンディーも3回4回ぐらい対流に来させてもらって、まあ、その中で決めましたね。決め手はそうですね、僕キャンディーのトップの一条健さんと話させていただく上で、やっぱお前はどこを目指してるんだって言われて、まあ、やっぱり歌舞伎町で有名な人ぐらい売り上げを上げたいです。まあ、だから具体的には、まあ、1億2億を目標に頑張りたいですってことをやっぱ伝えさせてもらって、その時にケンさんに言われたのが、じゃあ 4,5 千万でいいなら別に他のところでもいいと思う、でもやっぱり1億2億目指していくんだったらお前はキャンディーに入れって言われて、まあ、やっぱそうだなと思ってキャンディーに入らせていただいたって感じですね。そうですね、それこそもうケンさんがいなかったら、まあ、今の僕もないですし、ケンさんにはすごい感謝してます。前々から一条でやってて、ケンさんと初めてそれこそ退入来て話させていただく時に、俺一条ケンだからさ、お前一条レンでしょ、ほとんど一緒じゃんって言って、ほとんど一緒じゃんって言って言っていただけたのを覚えてます。一文字近いですもん。そうですね、レンとケンじゃんみたいな感じに言っていただいて、まあ、その辺からもすごい仲良くしていただいてて、たまたまそこも運命だったのかもしれないですね。会いたいよ。あ、新さん。あ、新人。違う。誰が新人？マイクを。あ、来たっす。いいですか？いいです。ま、じゃあ、じゃあ、3、2、1でじゃあ、ちょっといてください。まず僕らのグラビアからっすね。まあ、そうなんだ、確かにちょっと。そうね。もう、OK 言ってくださいよ、撮るとき、本当に。あ、もう今、ちょっと。あ、撮ってるんですか？誰のホスト TV ですか、これ、もしかして。一条蓮さんのホスト TV。全然、存じ上げないですそれを。蓮さん。そう。そういう子いたな。顔があんま分かんない。ちょっと顔だけ見せてもらっていいですか？一条という人、健さんぐらいしか分かんない。うん、あ、ね、この方。誰や、このマブ。え、誰やね、モブだな。誰やね、今3位らしいですけど。あ、キャンディで。キャンディで、まあまあまあ、やるんじゃん。まあ、でも、はい、まあ、俺らがまだ取られてないですからね、ホスト TV さん。ちょっとおかしいかなみたいな、ちょっと思うんですけどね、そこは。癒着だ。あ、癒着だ。裏で行われてんだ。なんかね、なんかあるんだろうね、こういうのね。うん、なるほどね。ホスト TV、こういうやり方か。これはじゃあ、レンさんのやつでいいんですか、じゃあ、一応。へぇー。じゃあ、ヘルプしなきゃ。ヘルプしなきゃ、じゃあ、見せぐれ、ここでやらなきゃ、ね。あ、どうもよろしくお願いします。レンさんと同期で、ちょ3人組でやらせてもらってます。はい、どうも。はい。会いたいようです。木の笠真です。へぇー。巷では三重師とか呼ばれてる。そうですね、三重師。あとは三個一みたいなね、感じでね、はい、それは知らないですけど、なんで、でもまあ一応三十種と言われてるぐらいのね、キャンディーで今一応勢いがある3人組って言われてます。はい、いや、もう同期で20人くらいいるんですよ、僕たち同期。それでも3人が上半期すごい売り上げを上げて、しかも一番仲いいのが3人組なんで、いつもそれでまあ三十種みたいな、ホスト歴だったりとか。そうですね、年齢が近い3人組って感じですね。そうです、そうです。僕はね、本当に初めて僕はナンバーに入ったんですけど、まあ、初めてのナンバーでまあ3位っていうのが取れて、本当に僕は嬉しかったです。これはね、3月に取ったと思います。キャンディーに入ったのが12月です。もうそれこそもう入店初月なんで、もう意気込みとかもね、もうその気合とかもすっごい入ってたんですけど、それこそもうキャンディーがね、その12月っていうのが、年間締め日っていうのもあって、あ、はい、売上がね、多分550万ぐらいは上げたとは思うんですけど、初月で自己最高の記録を上げたんですけど、でもそれでも本当に
入店初月がナンバー15位とかで、改めてキャンディーのそのレベルの高さっていうのを感じましたね。そこでキャンディー入店初月で自己最高レベルの売り上げを出すも、高級店のレベルの高さを思い知らされたレン。磨き抜いた接客スキルでは足りないと判断した彼は、ある決断をするのだった。その時にやっぱもっと頑張んなきゃダメだなと思って、12月やりきって、で1月にはもう僕整形するっていう決意をして、で1月カウンセリング行って2月に整形したみたいな形ですね。でもすごいね、なんかやっぱすごい送りもめちゃくちゃ強いんですよ、このしんちゃんっていうのが。多分キャンディー歴代最高記録で57本だっけ、1ヶ月で57本取って、で僕もめちゃくちゃ初回はこのキャンディーで強い方で、まあ飲み直しとかも結構多いんですけど、それでレンさんは最初なんか結構くすぶってたんですよ、あの人は。それでやっぱりもっともっと上目指したいからって言って、まあこれ別に使えないって言われたら全然使わなくていいんですけど、それでもう全部感じた時にもすぐして、だからもうほんと努力家だよね、めちゃくちゃ。行動力めちゃある。行動力がめちゃくちゃ、やっぱり負けず嫌いなんで彼。あ、言ってました、うん、すごいよね、行動力ね。すごい、うん、そうですね、もう目と鼻をフルでやってるんで、僕は鼻と目を一気にしたんで、その2月に整形して、でもやっぱりダウンタイムが落ち着いてきたのが本当にまあ3月とか3月後半ぐらいから、まあやっと落ち着いてきたかなぐらいで、まあ本当にそれこそ今まで初回とかで取れてた層が、まあ取れなくはなったんですけど、でもその代わりにやっぱり今まで取れなかった層っていうのが、まあ取れるようになって、もう客層っていうのが正直ちょっとガラリって変わりました、ね、そうですね、まあ僕最初それこそ僕元気系でやってたんですけど、まあキャンディーに移籍するにあたって、まあちょっと色気を出そうかなみたいなはい、思って、結構まあどっちかといえば落ち着いた感じのスタイルに一応切り替えましたね。最初お会いした時にすごい色気だなっていうのは思いまして、ありがとうございます。そうですね、僕最初それこそ僕初対面は結構怖がられることが多いんですけど、でももうそれこそ僕話してみたらめちゃめちゃ多分優しいと思うんで、やっぱこう初対面とのこうギャップっていうのが、まあ結構いいっていうお客様もいらっしゃいます。最初話してもらった通り、やんちゃの部分も昔はありました。今日はね、やっぱ密着もしていただけるんでね、かっ飛ばしていきます、ダッソン取ります、よいです。オス何怒ってんの、ごめん、なんかいろいろ潰れてて。一条蓮、前日までの疲労がたたったのか、お客様への連絡を怠ってしまうボンミス。気をつける、あら、まあ、許してほしい。大丈夫、え、気になる、マジ、あマジでない、じゃそれだったらあれか、注文番でもいいと思う。すいません、じゃあちょっと呼ばれたんで、じゃあ行ってきます、行きますか。スタッフが蓮に同行しようとした矢先、お客様に引き止められてしまう。まずか、あんまりカメラ回すぎるとちょっと
大丈夫、ケアカメラ諏訪さんのお話しさせてもらっちゃってたんですけど、ああまあ、いいか、うん、じゃあ2人でちょっと話そうぜ、あ、そうです、ごめんなさい、1回、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですか、はい、でまあ大事ですよ、マジっすか、はい、まあここからでもシャンパン僕入れるんで、マジっすか、見ててください。どうすか調子は。いやね、ちょっと本当に予定通りね、シャンパン入んないっす、マジで。はい、ちょっと怒らなかったんですか。そうですね、怒っちゃってて、ちょっと入るか分かんないです、今日は。次回、スタッフが別の日の撮影を提案したが、ギリギリまで続行することに。だがしかし、営業も佳境へ入る中、ラッソンの行方は。姫と和解はできるのか。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディー。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディー100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。